Bonjour! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、アンサンブランフランセ講師のやすこです。今日も皆さんにとても役に立つフランス語の表現をご紹介いたします。ジェットコースターって、スリルがあって、面白いですよね。そのジェットコースターをフランス語で言うと、ある国の名前が入っているんですが、わかりますか？正解は、Les Montagnes Russes。Les Montagnes Russes。Les Montagnes Russes。ロシアの山。ロシアでした。でも、どうしてロシアの山って言うんでしょうか？面白いですね。今度遊園地に行ったらロシアの山にぜひ乗ってくださいね。さて、フランス語をもっと勉強したいという方はアンサンブルのレッスンでお待ちしています。それでは。